デッドセックがニュースを流した。あのガキども、今度は何をするつもりだ。我々はデッドセック。我々の仲間に対する攻撃は我々の組織全体への攻撃とみなす。これは最終警告である。今すぐ手を引け。さもないと新たな戦争が始まる。デッドセックにしては随分とストレートな脅迫だ。いつもならもっと私的で難解な言葉を使って信者を増やそうとするんだが、何かにビビってんのか。この手の連中は追い詰めない方がいい。何をやらかすかわからない。目を離さない方が良さそうだ。デッドセック、少し見てみるか。何か見つかるかもな。デイブの一人が他のデイブに送ったものか。最優先。どれどれ。冷静になって。彼らをここに呼ぶために手を尽くしたのよ。無駄にしないで。仕方ないだろ。バッドボーイが危険な賭けに出たか。お前のことは彼女から聞いている。結論は出ただろうな。どうせ結論は一つだろ。デイブにお前の居場所はない。待てよ。俺はお前たちの誰よりも優れてる。試してみろ。デッドセックにもお前の居場所はない。なんだと。俺が何をできるか分かってるのか。喋ること、虚勢を張ることだが、理解する力はないようだ。我々は匿名だ。自己顕示欲は必要ない。なるほど、脳なし集団か。時間の無駄だったな、バッドボーイ。デフォルトは優秀よ。ただ口を閉じることを知らないだけ。言っとくが、時間を無駄にしたのはこっちだ、脳なしどもが。お前らもっとせいぜい1年だろ。アンブローズで見つけたデイブたちだ。デフォルトに殺しの罪を着せようとしてるらしい。どうも妙だな。再び立ち上がる。我々は手足を拘束されて戦いに挑む軍隊だ。自らの指導者たちにかき消された人々の声だ。そう、彼らは否定するが、デッドセックには上層部がいる。だが彼らはソーシャルメディアで自尊心を満たすのに忙しく、社会に変化を起こそうとしない。だから血を流さねばならない。戦争は悲劇から始まるのだ。誰かがへそを曲げたらしい。エイデンがデッドセックの上層部デイブと名乗る連中のことを話してたな。こいつも連中がお目当てのようだ。こいつはデッドセックだ。登場してやるか。デイブたちだ。こいつはデッドセックの幹部会の一員か。アンブローズに何があるか知らないが、嫌な予感がする。奴の携帯に追跡プログラムを仕込んだ。これで奴を見張っておける。
近別のハッカーと手を組んでる。腕は確かだけど我が強すぎるのが難点ね。しかも人前ではマスクをかぶって正体を隠してる。まるであの馬鹿げた衣装を着ていないと危険にさらされるとでも言うように、時々彼のことが怖くなる。考え方が暴力的すぎる。頭に血が上りやすい。天才だけど子供のように振る舞うことがある。バンカーを探すのに彼の力が役立つと思う反面、彼がバンカーで何をするかが恐ろしい。デフォルトはデイブたちに会いたがってるけど、彼を会わせていいものかどうか。誰と会ってもうまくいかないタイプね。おいおい、クララやけに秘密の多い女だ。くそ、こいつらデフォルトの映像に映ってたデイブたちだ。デフォルトもアンブローズによく姿を見せていた。どうも話ができすぎてる。お仲間がアンブローズで死んでたぞ。放っておいてくれ。警告してやってんだよ、間抜けども。すぐに身を隠した方がいい。関係ないだろ。思ってた反応と違った。何かがおかしい。デッドセックのお友達にもう一度聞いてみるが、最近どこかに電話したようだ。ああ、全員集めておいた。報酬が欲しければ、今すぐ来て奴らを始末しよう。誰一人生かして返すな。やろう、自分の敵を消すために味方を襲撃させる気だ。悪党が何人死のうと知ったこっちゃないが、こいつの目的はデッドセックを解き放つことだ。放っておけば大変な事態になる。よく聞け、デイブ。さっきお仲間の一人があんたらへの襲撃を指示した。この場所は間もなく地獄になるぞ。なぜわかるんだ。今話してる時間はない。身を潜めてろ。殺し屋がすぐに来る。準備しとかねえと。
おいでなすった。気にするな。なぜ助けた。こっちの都合だ。これは貸しにしておく。この貸しはでかいぞ。忘れるな。これではっきりした。他のベイブたちは我々が築き上げてきた可能性を台無しにしようとしている。我々の理想と目的を追求する方法はただ一つ。彼らを排除するしかない。我々があるべき姿に戻り、実際に社会を変えられる存在、そして一握りの特権階級に立ち向かう存在だと認められれば、人々も私の行動を理解するだろう。同胞たちは彼らが忘れてしまった大義のために死ぬが、大義は生き続ける。力を増し続けない。